国吉康夫、国吉康夫、国吉康夫、1889年9月1日から1953年5月14日は、日本の洋画家。岡山県岡山市中伊豆市長、現、岡山市北区伊豆市長一丁目出身。20世紀前半に、アメリカ合衆国を拠点に活動した。国吉は1889年、岡山市内に人力車夫。 国吉宇吉と伊藤の一人息子として誕生。広西小学校、内山高等小学校を経て1904年に岡山県立工業学校の占領科に入学したが、1906年に退学し、カナダ経由でアメリカに渡った。国吉自身は渡米の理由について、父の助言と後に述べたが、英語の習得を目的とした一少年の冒険とも評され、また当時は、 日本人のアメリカ移民が流行していたことも背景にあると言われる。しかし同年はアメリカが非可法を改正して、日本人移民一世のアメリカ国籍取得を事実上不可能にした年でもあった。国吉のアメリカ生活はシアトルから始まり、鉄道工夫、農業労働者、ホテルの雑役寄付により、ここをしのいだ。ついでロサンゼルスに移動して、 肉体労働に従事する傍らに、公立学校に通い、その後スクールオブ、アートデザインに入学して、画学生となった。1910年に、国吉は、ニューヨークに移動し、ナショナルアカデミーに入学するが3ヶ月で退学し、その後1914年にインディペンデントスクールオブ、アーツに入学した。この前年には、ヨーロッパのモダニズム芸術を紹介して、 アメリカの保守的な美術界に衝撃を与えたアーモリー賞が催されたが、国吉自身は仕事のためこれを直には見ていない。しかしアーモリー賞がもたらした熱気に、国吉も人捨てながら触れていた。国吉はさらに、ヘンリースクールを経て、1916年にアートスチューデンツリーグ・オブ・ニューヨークに入学し、の指導を受けた。アートスチューデンリーグの在学中に、国は、 ジュール・パスキニや、ロイド・グッドリッチなど後に、国吉を支える多くの人物と出会った。最初の妻となる画家キャサリン・シュミットとの出会いもここである。1917年、国吉は1917年、新独立美術協会展に作品を出展した後、当時のアメリカの前衛画家が集っていた、ペンギンクラブに誘われて、展示会に出品し、画家活動の第一歩を踏み出した。 同時期に、国吉は、資産家のハミルトン・イースター・フィールドから生活の援助を受け、彼の影響もあり、国吉の画風は、アメリカ的モダニズムへと進んでいく。この頃の作品は、印象派のピエール・オーギストル・ノワールの作風、ポール・セザンヌの色調の影響を受けている。代表作に、自画像、1918、テーブル前の女などがある。1919年には、国吉は、 キャサリンと結婚するが、アメリカ国籍を持たない国吉と結婚したため、当時のアメリカ法によりキャサリンもアメリカ国籍を剥奪されてしまった。1922年、国吉がダニエル・ガローで開いた古典が、アメリカメディアに大きく注目され、彼の作品の素朴さや独自性、モダニズムの中にある繊細性などが評価された。その後、ダニエル・ガローでの古典は、毎年続き、 国吉は独特な素朴派画家として売り出していった。当時の国吉について、ヨーロッパとも、日本とも違うアメリカのモダニズムを生み出したという評価もり、国吉は、ヨーロッパの模倣ではないアメリカ画家として、アメリカに受け入れられていった。ロイド・グッドリッチは、当時の国吉の画風を、東洋趣味とモダニズムのユニークな混合と評し、ミルトン・ブラウンは、20年代の国吉の作品は、 マルクシャガールなどの表現主義に近いと評価。村木明は、当時の国吉の画風について、国吉独自の作風を示すもので、それなりの意図と工夫があり、国吉の日本時代の生活記憶と空想、ユーモアから生まれた幻想的表現主義であると述べた。当時の代表作に、やば、海辺、海岸の家、1922、釣りをする少年、1922、 フルーツを盗む少年1923赤月を告げるオンドリ1923などがある。また、同1922年にはモダニズム画家が集っていたサロンズ・オブ・アメリカの会長職を死去したフィールドから引き継ぎ1936年まで務めた。1925年、国吉はジュール・パスキンの誘いを受けてパリに渡る。 エコールドパリの初期にあたる、この時、国吉は、特にサーカスの少女を好んで描き、サーカスの少女は、後々まで、希望の象徴として、国吉の絵に登場することになる。1928年に、国吉は再び、パリを訪れ、エロティックな性質の作品を手掛けた。またこの時に、モーリス・ユトリロ、シャイム・スーティン、パブロ・ピカソラと交流し、 彼らの写実的な手法に影響を受けた。1929年、国吉はニューヨーク近代美術館により、現代アメリカ絵画を代表する一人として、19人の現代アメリカ画家展に選出された。この時期の国吉は絵画、横たわるラフなどで流動的なリアリズムを表現した。当時のアメリカ美術界では、アメリカ独自のものをどう表現するかという課題を持っており、 日常のリアリズムを表現するが流行した。国吉はここでも活躍した。1931年10月、国吉は故郷で重病となった父を見舞うため日本に一時帰国した。その際に日本の美術界による帰国歓迎会が催され、西中井の会員に推薦されたり、東京、大阪、岡山で個展も開かれた。 国吉の帰国は日本で一時的な話題にはなったが、絵は2点しか売れないなど、国吉の芸術が日本側に理解されたわけではなかった。また日本滞在中に警官に対して敬礼しなかったために警官から激しく罵倒されるといったアクシデントもあり、国吉はこの件を劇画に残した以降の国吉は日本社会と馴染むことを断念する。アメリカに戻った後に妻キャサリンと離婚する。 1935年に女優、ダンサー、モデルのサラメゾと再婚した。1933年、国吉は母校のアートスティーデンツリーグの教授に就任。また、リベラル的な芸術家の集団であるアンアメリカングループの委員長となる。1930年代には世界的なファシズムの波が多い一方で、ファシズムに反対する運動も活発化していた。 国吉も自らを育んだ民主主義を守るべく、1936年に,に参加して全米執行委員、天台会委員長就任し、反ファシズム運動に身を投じた。国吉はアメリカ美術会議にて反戦、反ファシズムや文化振興といったテーマの展覧会を開催した。しかし後にソ連がドイツと接近したこと、特にソ連のフィンランド振興に対する評価をめぐって、 アメリカ美術科会議内では対立が顕在化し、国吉は1940年にアメリカ美術科会議を脱退した。当時の国吉の画風は写実性と時代性が複合したものと言われ、女性をモチーフとした核絵画に現れている。1941年の日米海戦の際、国吉はニューヨークに住んでいたためにアメリカ西海岸の日系人強制収容の 対象にはならなかったが、適正外国人として当局によって、取り調べやカメラ双眼鏡の没収、また、ニューヨーク市外に出る際には、許可が必要といった措置を受けた。法律上は、アメリカ国籍を取得できなくとも、すでに、アメリカ人画家としてのアイデンティティを持っていた国吉は、傷ついプライドを回復し、また自身がアメリカに敵対しないことを証明する、必要に迫られた。 一方で、国吉は自らを育んだアメリカの民主主義を守る必要を感じ、満州事変以降の日本の中国侵略に対しては、日米海戦前から疑問を抱いていた。1941年12月12日、国吉はまず、ニューヨーク在住日本人美術会委員会の名で声明を出し、日米戦争に際してアメリカを明確に支持すると表明した。これには、 ヤスタダゾーやトーマス長井、鈴木聖、ロイ・カドアキといった在米日本人、日系美術家が加わった。この他にも国吉は同様の声明をルーズベルト大統領やニューヨーク州知事、さらに多くの知人宛てに送った。やがて国吉はアメリカの戦時情報局アウイから対日プロパガンダの仕事を受ける。1942年に ハワイからの対日ラジオ放送に参加し、アメリカ民主主義の正当性を日本に向けて主張した。一方で、当時の国吉には、在米日本人、日系人社会、特に西海岸との意識のズレがあったという指摘がある。国吉は、在米日本人、日系人社会について、閉鎖的である、本国政府に従順すぎるといった批判を行っているが、日米戦争に際して、 アメリカ政府側に無批判に立ち、他の在米日系人に対して優位な感情を持つ傾向は国吉のみならず東海岸に居住していた日本人、日系人に共通して見られたことでもあった。また、国吉の台米戦争協力の個々の行動についても批判がある。アウイーから日本側の残忍な拷問や虐殺のシーンをポスターに書くよう要請された際、 国吉はこれに応じて日本兵が乳児や女性を殺しているなどのシーンのポスターを描いたがこうしたものは批判精神を書いたただ残虐なだけのものであったこのような残虐なポスターは結局採用されなかったまたインタビューの中で国吉は日本兵の指揮を削ぐためとはいえ日本の民間に対する爆撃を肯定しかねない発言を残しているこれは 日本の支配者側として、戦争を遂行している日本の軍国主義者と、非支配者側である日本の一般国民を区別している国吉の基本姿勢とも矛盾していた。一方で、国吉はアウイーでプロパガンダポスターを描いていた際、ポスター内の人物から人種的な特徴を排除し、人種に関係なく、戦争で傷つく人間を描こうとしていたという指摘もある。また国吉は、 アウィーに参加した当初、徳川時代の将軍、鎧武者をモチーフにしたポスターを描いたが、これはアウイーに芸術的だが大衆へのインパクトに欠けるという理由で却下されていた。残虐なポスターはアウィー側から最近の日本の残虐行為を描くように促された結果でもあったという。国よは当時のアメリカではびこっていた日系人は日本の天皇のみに忠誠を誓い、 アメリカには忠誠心を持たないという偏見と戦わなければならなかった。国吉が従事した対日放送はアメリカ国内でも評価され、アメリカにおける反日系主義を和らげる効果もあったが、一方で日本人を悪魔同然に描く風潮は当時のアメリカでは強かった。そしてアウイが商業主義的な手法も使ってプロパガンダを進めた結果、準美術主義で、 先進的な考えを持ち、国吉と考えが近かったベンシャンなどがアウイーから離脱した。国吉自身はアウイーに残留したが、保守派からの批判を受けることになる。そして、国吉が描いたアウイー不採用ポスターは、日本に詳しい日本人、国吉自身は何十年も日本から離れており、実際には詳しくないにもかかわらずが描いたものとして、 実際のシーンを描いたものではないプロパガンダポスターであることを読者側に隠されたまま対日批判報道に遠用された。この時期の国吉は不安と孤独感にさいなまれ戦争の悲惨さと虚無感が彼の作品に影響を与える。国吉の代表作の一つである誰かが私のポスターを破った1943年はアメリカの好戦的なナショナリズムや 国吉らのリベラル派画家への反感が背景にある。一方で、国吉は生物画での比喩的心理表現や造形的な楽しみを見出し、110号室、1944年はカーネギーインスティチュート全米絵画展で一等賞となった。終戦前後になると、国吉は貧民層を描いた1日の終わり、1945年など、 現実に回帰した作品を手掛けた。また、飛び上がろうとする頭のない馬、1945年や祭りは終わった、1947年では、海外的になるアメリカの世相への失望を表したとも言われる。戦後の国吉は、アメリカの美術家に対する講師の援助拡大を施行し、美術家組合、アーティストエクイティーアソシエーションを1947年に、 設立して自ら会長となった。国吉のもとで美術家組合は急成長し、ニューヨークが世界の美術界の中心になっていくことに貢献する。一方で戦後アメリカの激しい反響主義を背景に、国吉や組合も政治的な攻撃を受けたが、国吉はこれを冷静に交わした。1948年にホイットニー美術館で国吉の開古展が開かれたことは、 アメリカ美術界で国吉が格好たる地位を得ていた証であった。国吉は1950年頃から体調を悪化させていく。1952年6月にはアメリカは移民帰化法を再化し、国吉らアジア人、移民一世にもアメリカ国籍取得の道が開けたが、国吉は国籍取得手続きの終了を待つことなく、1953年に遺願で死去した。国吉は 晩年、もう一度日本に帰って開顧展を開き、自身の作品を日本に問おうと希望していたが、叶わなかった。私生活においては二人の米国人女性、サラメゾと結婚している。山口大治、アメリカ美術と、国吉康夫、開拓者の奇跡 NHK 出版、2004年、村木明、国吉康夫の生涯と、芸術、後藤茂げ国吉康夫、 国吉康夫が、右志孝太郎、右志孝太郎が集営者、1977年、小賀の夏美、アメリカを変えた、日本人、国吉康夫、伊佐室口、小野陽子朝日新聞出版、2011年、小沢義夫、秘書都会記、国吉康夫の西洋と、東洋日本文教を出版、1996年、国立歴史民族博物館編、 アメリカに渡った日本人と戦争の時代特集展示国立歴史民族博物館振興会2010年村上由美子イエローフェイスハリウッド映画に見るアジア人の肖像朝日新聞出版1993年星野睦子、冷戦と国吉康夫なぜ画家は赤狩りの標的となったのかし堺2003年村山瑞穂2007 ティファニーで朝食を、の映画化に見る、冷戦期アメリカの文化エデオロギー、日系アメリカ人ワイワイイユニオシの改編を中心に、愛知県立大学外国語学部起用39、106、グドリッチ、ロイド、安尾国義レトロスペクティブエキシビションマーチ27通名9、1948、ニューヨーク、NY、ホイットニーミュージアム・オブ・アメリカン・アート。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。